10年ぶりにやってきた海沿いの街、聞こえてくる潮騒と照りつける太陽、今までとは違う環境で俺はどんな出会いをするのだろう。希望に満ちた新たな出会いと新たな生活は、入学と同時に灰色に染め上げられていた。何ですかこのおかしなのは。ウェルカー、あなた方は野球拳以外のじゃんけんを知らないんですか。ダイビングは嫌い。俺泳げませんか。あの人は柔道のシスコンなんだ。この10年で何があったんだ。モグから分かったな。貴様、俺のゴリッパ様をお披露目した